火曜日は災害企画です。2019年の佐賀豪雨、そして2021年の大雨と3年間で2度の浸水被害に見舞われたケーキ店が武雄市にあります。水害とともに生きていくために決断した新たな店の形とは。被災から新たにオープンするまでの5年間を追いました。はい、すみません、皆さん大変お待たせいたしました。無事に、はい、オープンいたします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。おめでとうございます。いらっしゃいませ。この日、いらっしゃいませ。店主の目には涙が浮かんでいました。いらっしゃいませ。いやいや、もう嬉しいですね。ほっとしたというか、まあこれからあれで長いですけど、はい。パティシエ相森真一さん43歳、2度の水害を乗り越え、かつてと同じ創業の地で新たに店をオープンさせました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。夜勤明けでそのまま来たので、ちょっと待ちに待ってたのでですね、変えてよかったです。佐賀県内でも結構3つの指に入るぐらいの好きかな。大きく傾いた冷蔵庫。くしゃくしゃになったレシピ。たった1日で店の姿は一変しました。こんな傾いて倒れてるとかって想像してなかったんで、それを見た時はちょっとやっぱり、あ、ちょっと何ヶ月ぐらいかできないなっていうふうに思いましたね。2019年8月28日武雄市や大町町などを襲った記録的な大雨、いわゆる佐賀豪雨です。武雄市朝日町にある菓子職人の小屋デタントは1メートル以上浸水しました。ケーキ屋さんとしてはクリスマスケーキを作らないわけにはいかないなっていうのもあるんで、あそこには、まあ、似合わせたかったっていうのもあって、急ピッチで準備を進め、豪雨からおよそ4ヶ月後被災した店で再び営業を再開。この時はまだ30年に一度の豪雨が降っただけ、そう確信していました。しかし、2年後の8月14日茶色く濁った水が再び店を覆っていました。本当に2年前に見た光景と一緒だったし、ああっていう、まあ、想像はできてたんでですね、見るのは辛かったですけどね。店は再び1メートル以上浸水。買い揃えたばかりの冷蔵庫やオーブンなどの電化製品は全て使えなくなりました。金額でいうと3000、4000とかそれぐらいになるんじゃないですかね。でもやっぱり2年前にこう1回買い揃えたものっていう、うん、そうですね、それが本当にもったいなくて、まだもう見た感じは本当に新品みたいにしてるし全部綺麗だったんで、まあそれがですね、残念ですけどね。3年間で2度の浸水被害。これ以上被害を出さないため、相森さんは大きな決断をします。そうですね、その砂利のところまでは駐車場になるんで、まあ、そこの砂利あたりから、まあ、ずるっとここら辺に。被災した店からわずか50メートル先の駐車場。ここに相森さんは、店を新築することにしました。
今までそのお店でやってきたとか、そこの歴史があるじゃないですか。だからそれを簡単に捨てれないですよね。だから自分もやっぱそういうふうに、ね、まだ十何年っていう感じのあれですけど、やっぱりじゃあここを移転できるかって考えると、なんか考え難しいなと。一方、同じ敷地で営業する以上、水害対策は不可欠。かさ上げするとお客さんが不便になるのでは。1階を駐車場にしては、スロープを作ってみては。建築士や地元の工務店との打ち合わせは実に1年間に及びました。雰囲気が変わって、なんか行きづらくなったよねって言われないような、なんならその田植えしたまんま買いに来てもらえるようなお店であり続けたいというか。迎えた新店舗のオープン。ショーウィンドウには2021年の豪雨以来2年ぶりにカットケーキが並びます。寝れませんでした。楽しみすぎて。2回目来た時はもうお店できないんじゃないかって思うぐらいだったんで、再会できてよかったです。はい、じゃあ皆さんいいですか。はい、オープン10分前ですね。ようやく、いろんな人が いろんな人の支えでここまで来れました。すいません。こんなつもりじゃなかったんですけど。まあとにかく元気を出して、4日間とりあえずイベント乗り越えましょう。よろしくお願いします。じゃあすみません、皆さんオープンしますんで。無事に、はい、オープンいたします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。どもりで高さ2メートルかさ上げした新たな店の形。階段から続々と客が入っていきます。2度の被災から2年余り、菓子職人の丘デタントとして新たな一歩を踏み出しました。相森さんが懸念していたお客さんの反応は。高くて、まあ、今度また水害がもしあったとしても、まあ、続けてお店が多分、ね、できると思うので、そこはすごくいいなと思います。2回もって多分そうそうないことなので、それをなんか乗り越えてこんなに立派にされたってこともまず尊敬もしますし、美味しいケーキがまだ食べれるってことが一番私は嬉しくてありがたいなと思ってます。どうも。建設費のおよそ2割は県や市の補助を受けましたが、その他は自己負担という大規模な水害対策。いらっしゃいませ。相森さんはこの店が武雄の復興のシンボルになればと思いを込めます。水害とともにこの土地で生きていくためにはこうするしかないじゃんっていうのがこれっていうだけです。ちゃんと営業を続けていけれるように、お客様がその階段っていうあれを気にならないぐらいのお店にできるように成長していかなければなと思いますけどね。